を狙っていきます。抜けてくる。さあ繋がれた。セリエ BKT 第24節、この時間はポゼンツァ対チェゼーナ、こちらの一戦をお届けいたします。グルクスタディオンで行われる本日のゲームです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。セリエ BKT 第24節、ポゼンツァ対チェゼーナ。ポゼンツァがこの試合は 3-4-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。特徴としては両サイドに抱くフォワードの縦への突破とカットインでポジショニングを変えられることですよね。数的有利な状況をサイドで作れるのも特徴ですよね。多彩な攻撃を仕掛けることができますから、またそれを生かすのは中盤2人がポイントになってきますよね。もう一つ前に行きたい。これは素晴らしい反応でした。いやファインセーブですよね。よく止めましたね。これこの難しいボールによく触りました。チャンスが続く。これはクリア。カールソン、スルーパス。プレスからボールがこぼれる。前線にボールを送ります。右サイド上がっていく。抜けてくる。上げてくる。そのままキーパーが抑えました。激しいボールの奪い合いです。ここはファールを取られます。ポゼンツァ、アワヤというシーンでした。ダイレクト。いやこのシュートは外れました。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。アフラフラザール、裏のスペースを狙う。お、いい形ですよ。裏のスペースを狙う。どうだ、シュート。スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですね。チャンスありますよね。ポゼンツァが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。いいプレッシャー。ビットエリがここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。シュート。押し込みか。
ダジダンが弾いたボールを正確に押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニング、選手が使ったボールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みますよね。今シーズンの4ゴール目です。先制ゴールを決めました。1対0。もう1点取ることによって試合の進め方、こうメンタリティの部分大きく違いますからね、はい、とこれは繋がりません。緩く狙ったボール、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあカウンターのチャンスになります。大きく前線に入れます。このボールはつながりません。スルーパスを出す。いいボールだ。カウンターですよ。いけるか。シュート、ポストに当たる。チャンスを演出できるか。収まったフリーだ。おっと、中は枚数いる。ヘッティジ、ロングボールを入れてきます。このスルーパスは通りません。大きく縦へ、阿部絶好の位置、シュート、うわー、素晴らしい反応でした。いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。さあラストプレーになるのか。前半ボールはクリア。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。結果前半1対0。先生、1点を追う形で後半に向かいます。できれば前半のうちに追いつきたかったですよね。うまく攻めきれませんでしたしね。後半どれだけ早いうちに自分たちのペースに乗っていけるかですよね。セリエ BKT 第24節、コゼンツァ対チェゼーナ。では引き続き試合をお楽しみください。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。チェゼーナとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。中に入れる、クリアです。阿部、カウンターを仕掛けていきます。つながります。これはどうだ、シュート、きた、追いついた、チェゼーナ、ここでスコアを同点にします。いいですね、流れ来てますよね。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね。それを決め切るところがまた素晴らしいでしょうね。今シーズン初ゴール、これで今日のゲーム面白くなってきました。
素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね、長いボール縦へ、このボールはカットされます。ファールありません。裏を狙っていきます。チェゼーヌ僅差で先日の試合を勝利しています。さあ繋がるか、もうこれいいでしょう。ルカジダしっかりと抑えました。キャッスルダイン、さあゴールに向かっていく。まあクリアが精一杯ですよね。左上がっていく、チェセーラ、ここでベンチが動きます。ボールが上がる、直接行ってしまいました。仕掛けるか、ふわっとしたボール、ここはクロス、チェセーヌ、ここクリアで難を逃れます。ジョルザ、裏へ届くか、スルーパスを狙う、このクリアボール次へつなげたい。チャレンジはしません。後ろに流す、縦へのボール、ジャッスルダイン、チェゼーナ、交代枠を2つ残しています。コゼンツァはここで選手を変えます。キャッスルダイン、裏へのスルーパス、シュート、勝ち越し、チェゼーナ、試合をひっくり返します。最後キーパーとの対決、見事決めましたね。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってるんですよね。今シーズン2ゴール目です。さあチェゼーナ、ここでリードを奪いました。いやー、ここぞという時にねきっちり決めましたよね。素晴らしいですよ。はい、ボール入るか、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。ここはクリアでピンチを出します。このまま逃げ切るんでしょうか、それともまだドラマが見られるんでしょうか。このまま試合を終えますとチェゼーナリーグ戦4連勝ということになります。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。クロスが入る、クリアです。とボールはアフラフラザー、これはファールです。
これはクリア。この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。長いボールを振ります。チェゼーナとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね。ここは対面でホイッスルまで集中しないといけないというところですね。スローインをカット、これは読んでいました。スルーパス、いいボールですね。さあ最後上げてくるか。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。裏のスペースを狙う。アフラブラザー、この位置で受ける。シュート、決まった。追加点、チェゼーナ。決定的なゴールになるのか。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応を遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあチェゼーナ、ここで笛です。3対1、チェゼーナ勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。さあ終わりました。チェゼーナとしては後半に入ってからの逆転劇、これは見事でしたね。動きなんか見ていても前半とは全く違うチームに見えましたよ。本当サッカーって面白いなって思えるような試合でしたね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。セリエ BKT 第24節、チェゼーナ勝利して勝ち点3を手にしています。